神奈川県の、えー、富士山のふもとにある、えー、山北町に清水中学校という各学年1教室しかない全部で3教室しかないちっちゃな学校がありますそこの中に中野俊和先生という数学の先生がいらっしゃいますこの先生が2年生の時2年生のクラスを担当している時によその学校で不登校になった子どもが転校してきたんですね その子供をめぐっての2年間のことをそしてその卒業式のことを書かれた式ある雑誌に紹介したんですがそれを読んでみたいと思います人の痛みを管理取ることができる人間なということがどれほど大切なことなのかということを多分皆さんも感じていただけるだろうと思います卒業式の朝も彼女は登校していなかった。 2年生の新学期から私のクラスに転入してきた彼女前の中学校でいじめによって不登校になり私のクラスに転入してきたのだ環境が変わったものの彼女の登校回数は増えなかった卒業式当日クラスの朝の会が終わって生徒たちが彼女を迎えに行こうと言い出したでも迎えに行くにはあまりにも時間がなかった だから私はみんなに彼女はいつ来てもいいように準備はしておくと伝えた彼女の投稿がたとえ午後になったとしても体育館で彼女だけの卒業式を行おうと考えていた生徒たちは彼女のことを思いながら廊下に並び入場準備をした「卒業生入場」の言葉とともに卒業生は体育館へ入場したみんな 胸に鼻をつけている。私は胸に彼女の花をつけて入場した式が始まった開式の言葉学校長の話来賓の挨拶そしてとうとう卒業証書授与が始まった彼女はまだ来てない卒業証書授与が終わってみんなが式歌を歌い始めたその時だ体育館に彼女の姿が現れた。 歌の最中だったが私は自分の席を探している彼女に走るより,寄り席まで誘導したクラスの生徒も彼女の姿に気がついたクラス全員が揃っての式になったことの嬉しさに感激しみんなの歌声が涙声に変わっていった修学旅行も欠席した彼女にクラス全員が京都から手紙を書いたクラスの仲間の誕生日にはいつも 誕生日のの歌歌をい歌い合っていたので彼女の誕生日にも彼女がいなくてもみんなで歌った毎日彼女の家を訪ねていたクラスメート自分の入試前日も彼女の家を訪ねていた友達彼女を誘導するまで私の頭の中でたくさんのことが思い出された私は彼女を席まで誘導すると私の胸から鼻を外し 彼女の胸にその花をつけた。式場の時間が止まったようだった。私はもう涙で声にならなかった。彼女の顔を叩いて肩を叩いて、職員席に戻ろうとしたとき、彼女は先生ありがとうと返事をした。学校長が彼女に卒業証書を授与するからいいねと職員席で囁いた。 私はすぐ彼女に走り寄った。今から卒業証書を授与するからいいな彼女は「はい」とはっきり返事をした司会者が「ここでもう一度卒業証書授与を行います」と会場に伝えた私はマイクのところに立って「平成14年度卒業生何のまる、と言ったが私の声は涙でくぐもってしまい 声にならならかったでも彼女は「はい」とはっきり答えたそれを聞いてクラス全員が泣いた来賓も保護者も職員も泣いた式を終えると在校生がグランドで列を作り卒業生を見送った私はその列の最後に立った卒業生は列の間を通って在校生と別れをし最後に 列の一番最後にいる私と握手をしたその列の中を彼女も通ってきたそして私を見つけると走り寄ってきて驚いたことに彼女は「先生!」と言って抱きついてきたクラスの生徒たちが私に送ってくれた色紙に彼女は「先生のクラスで幸せだった」と書いてくれていた 家庭訪問を繰り返しては年間、でも彼女は一度も玄関に顔を出さなかった行くたびに彼女に聞こえるようにとあえて大きな声で親と話をしたでも彼女は顔を出すことはなかった人間も手紙も書いたが返信は来なかったその彼女が私に感謝の言葉をくれそして仲間たちにはありがとう。 の言葉をつけていた。この2年間不登校で苦しんだ中学生、今は高校1年生になった元気に学校に通ってます。もし中野先生が体の心の痛みを感じ取ることができないで、受験指導にばっかりあっけ くれていてい落ちこぼりを振り返ららなかったたとしたら彼女はとうとう自分の人生を取り戻すことができないままに世の中に出ていたに違いないけれども先生のアンテナが鋭かった感性が鋭かっただから彼女のそばに寄り添った人間っていうのは自分のことが分かってくれ分かろうと努力してくれる人がいると思った時にどんなになな慰められて えー、頑張ろうという気持ちになるか分からないものですがそういう意味で中野先生のおかげで彼女は立ち直ることができて再び高校生活を楽しむことができるようになったわけでした僕中野先生聞きました先生す,、ね、すごい教育をなさってらっしゃいますねそしたら先生が保護者なんです私は一度だって彼女のことを不登校だとか問題児だとか思ったことはありませんいや 彼女がそういうような心の問題を抱えて苦しんでいたからこそ学校に来れないという状態で葛藤していたからこそクラスのほかの子どもたちが彼女を勇気づけようじゃないか励まそうじゃないかって修学旅行先の手紙を書いてくれたり代わりバンコに、えー、家に訪ねていって学校で今日こんなことがあったよこんなことになったよと話してくれたりそして支えてくれた。 クラスの他の子供たちがこんなに優しい子供たちに育てていったのは彼女のおかげなんです。私は彼女に感謝しています。そういう目たちを投げかけていらっしゃったから、彼女はとうとう自分を取り戻すことができて、再び学校に行けるようになったんじゃなかろうかと思います。このように生をいただいているものとして、他の人のお手伝いをできるとするならば、 これほどありがたいい。ことはないある意味で命の目的は何かといえば他の生命を助けるところにある応援するところにある自分のさまざまな経験時には挫折し道を外したり親不孝したりいろいろあったかもしれないけれどもそういう経験を持っていればこそ理解することができるキャパシティがあって友達が部下が行き詰まって苦しんでる時に そばに寄り添ってあげるることができるそしてそのことにより彼は力を頂い,いてまた自分の人生を取り戻すことができるそういう意味で特に会社経営として上の立場に立つ人多くの人々の人生に関わっていらっしゃるだけに僕はその感性を取り研ぎ澄ますということはとても大切なことじゃないかそんなことを思います。何があろうともそれは 大切な気づきを与えるために起こってきていることであってその点のメッセージをしっかりと受け止めたときにそこからまた次の展開が始まっていく、えー、幸いなことは皆さんは会社を持ってらっしゃる創業した方もいらっしゃるでしょうし後を引き継いだ方もいらっしゃるでしょうしあるいはえー 優秀な経営者のもとで、えー、一つのセクシーを担当していらっしゃる方もいらっしゃるそういうキャンバスを持っていらっしゃる素材を持っていらっしゃるここにどういう絵を描くかご自分のこれまでの経験が全て生かされてきて見事な絵が作り上げられていくんだと思うんです心から感謝したいと思います。今日はどううもありがとうございました。